日本神奈川県相模原市中央区、相模原相模原は、神奈川県相模原市中央区にある町名である。郵便番号は252-0231。また、同市内の JR 東日本横浜線、相模原駅周辺の漠然とした地域名として用いることもある。JR 横浜線相模原駅南口前を中心として JR 横浜線と、 国道16号の間に広がる区域であり、1丁目から8丁目からなる。1964年5月1日に、相模原市で最初に実施された住居表示により大麻小山及び大和西米神殿の各一部から成立した。相模原駅周辺には銀行や企業の事務所などが集まり、市役所が所在する。 中央地区とともに相模原市の中心業務地区となっている。駅周辺には多くの飲食店が集積し、1970から80年代には大型商業施設が2店舗進出するなど同市の中心商業地となっているが、1990年代以降に再開発が行われた相模大野や橋本の成長によってその地位は低下している。区域内には 江戸時代末期の神殿開発によって開かれた、西米神殿への入植者の集落が含まれるが、現在は、全域が、市街地化して農地は消滅しており、農村的景観はほとんど失われている。国道16号に面した区画には、レジャー施設や釣り具店などのロードサイド店舗が多く、進出している。在日米軍相模総合法九省、正面入り口前の大通りに面し、 通りを挟んで隣接する、矢部一丁目にまだがる、西門地区は、元は、基地労働者向けの飲食店街として成立したが、現在では、徒歩圏内の住民を相手とする日用品、小売商店街となっている。駅や大通り、及びこれらの商業施設から離れた区画は、住宅地となっている。相模国講座群の北部から、中央部を占める、第地上の原野は古くは、相模屋と呼ばれた。 江戸時代には周辺の幼村の草刈り場として大地上に設定された入会地の総称として用いられ地形について述べる際に用いられる相模屋大地という古称もこれによる。それに対して相模原という古称の使用例は比較的古い資料には見られないようである。住居表示以前の地籍図に記載されている小児名等を収録した土地法典には大技淵延及び ここから分立した大技大沼に、相模原という小児名が見られる。また、大技上水のアザイヌ4号に含まれる区域の古い小児名として、相模原と記載しているものがある。さらに、相模原軍と計画に基づき1940年代に実施された区画整理事業以前の地図では、1889年の明治の大合併の際に、 溝村に編入された旧棚村の飛び地について、相模原という生字名が記載されている。ただし、これらの相模原という地名がいつ頃から用いられていたかは明確ではない。1930年代後半以降、現在の相模原市域への陸軍施設の進出が相次いだが、それらの中には、相模原陸軍病院の開設当初は、原町田陸軍病院。 在日米陸軍医療センターを経て、現、グリーンホール、相模大のほかなどのように、相模原を称するものがあった。1938年に、臨時東京第三陸軍病院が開設されると、付近を通過する小田原急行電鉄が、小田原線上にこの病院への下車駅となる、相模原駅を開業した。ただし、これらはいずれも現在の相模原市南区の、 小田急線沿線にあたる。相次ぐ陸軍施設の進出を背景に、それらの施設が集中する、高座軍北部の上水町、座間町ほか六村の合併による、新都市建設への動きが活発化し、新自治体の故障として様々な候補の中から選ばれたのが相模原であった。これら二町六村の合併により、1941年4月29日に、 高座郡相模原町が発足した。1954年11月20日に、相模原市となるに再分離し、現在ま市。相模原町発足に先立つ同年4月5日、商船横浜線上に相模原駅が開業した。この駅は、軍都計画によって建設される、新都市の中心駅として設定されたものである。小泉相模原駅の開業に伴い、同日、 小田急線の相模原駅は小田急相模原駅と改称した。昭線相模原駅の開業後、駅前に市街地が徐々に形成されたが、特に1954年4月に町役場が現在地に移転し、同じ頃に神奈川中央交通の営業所が駅前に移転して、市内各地へのバス路線のターミナルとなると市内の中心商業地として発展した。 1964年に相模原市で住居表示を実施するにあたって、最初の事業対象区域として、市役所周辺とともに相模原駅周辺が選ばれ、同年5月1日、大座西米神殿と大座小山の各一部から相模原1丁目、相模原8丁目が編成された。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。